はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日は1月の12日火曜日、当店は定休日になってるんですけどもね、小さな原付屋の親父の定休日に密着する、動画みたいなのやってみようと思います。お仲間さんにはいつもツイッターの方でご覧いただいているような内容になるんですけどね。はい、じゃあどんな定休日、過ごしているんでしょうか。ご覧ください。どうですか。ニュースしてみよう。そんな見りゃ分かる。映すなし。映してないよ、うん、出ちゃいけないんでしょ。これで出る逆に聞くけど確かに映さないのはね、俺の優しさだよねこれパジャマで来てるね。うん、よくパジャマで出かけるよね。すごいよね。庭だよ、庭どこまで庭区内くないわ、くないわ、すごい、かっこいいよ。ただ、映れない。うん。そして車からは降りられない。あ、車の中は家の中と繋がってるんだ。そう。リビングから。うん、なるほどね。だからよし。うん。よしよし。あ、コロナの状況は、神奈川はどうの？やばいんじゃない？なんかもう1000人超えだよね。休養つけてはいるけど、ね、うん、まあ、感染者数だけでピリピリしててもしょうがないんだけどさ。いやでも出てるよ、うん、人ももう身近にあるって思った方がいいもんね。そうだね、うん、いやいっぱい周りに出てるよ、うん、いやすげえ身近な人じゃないけどね、うん、すげえ気をつけちゃいるけどさもうなんかね無理だね。お客さんだって分かんないしね、うちなんかだと。気をつけていかねば。ジャブジャブ、うん、アルコールを浴びるようにね。そうね、うん、ね、あれビール飲んでるから大丈夫かな。いや浴びたら上かなビール浴びちゃういただいたビールを毎日浴びる飲まないで浴びたら、ああ消毒で助かるな。お仲間さんビール消毒用にくださいつうかね、ベタベタしちゃうよねビールはね。いや飲むよりは体にいっちゃううん、それは言えるかもしれない。それで、うん、了解しました。はい、いやー今日ね、うっかり寝坊しちゃいましてね。そうだね、珍しい、うん、疲れてんのかな何アピール？なんで笑って？じゃあ何アピールかなと思って。疲れが溜まってきてんのかなと思って。私も。俺も。いつものや。いつものや。区役所の駐車場がすげえ混んでて入れられなかったから近くのパーキング入れて歩いてます。さて区役所仕事が終わりましたんでね、これからオークション会場にバイクを搬入でいい。まあ来週の競りにかかる原付をね、ちょっとうちの店頭ではさばけそうもないなっていうやつを、ああただ処分といってもあれなんでね、誰か買ってくれる人がいるならばという感じでオークション会場へね、ちょいちょい搬入に行ってるわけですけど、すぐな愛を与えられてる、その時間の中でどれだけ返せるだろう、バッチバチ雨降ってきちゃったよ。いやじゃ、雪はいやじゃ。
ます。レギュラー2台なんですけど、はい、ダメ、あげない。はい、マッチンと。あ、そうだ、ごめんなさい、これ2台ともスクーターなんですけど、1台ね、ギア車用になっちゃってるんですよ。これ先書いた方がいいですよね。はい、これペンでも大丈夫ですか、これ。すいません、はい、はい、すいません、レギュラー2台になります。ありがとうございます。さあ、無事に搬入も終わりましたと。出品して来週の競りですね。来週の競りにかかるように品物を入れてきましたけど、で、まあちょっとね、今日のオークションも競りの会場の方も覗いてみましたけどね、まあ、品物を見るとね、やっぱりこう、うちで整備をして中古車として再販するっていうレベルのものがね、まあ偉そうな言い方すると程度のいいものがなかったんで、ちょっとね、今日は買えませんでしたけどね、本当品物が、まあだから結局ね、ちょっと趣味で乗るオートバイと違って、うちで扱う原付1種2種って中心でやってると、趣味で乗るバイクと違って乗り倒されちゃうんですよね。趣味で乗ってるバイクって、まあなんかたまにね、ローンが払えなくなって買い取りに出されたものがオークション会場へとか、非常にこう程度のいいものがね紛れてたりするんですけど、原付って買ったら乗り倒すじゃないですか、基本的に皆さんね。僕が見て、あ、このコンディションいいな、この原付なんでっていうのって、なかなかね、訳あり物件って出てこないもんで、こうやってこう乗り倒されたものが、やっぱり各業者さん、うちの店頭で売るのは大変だなっていうのがオークション会場に集まってきちゃって、その傾向がね、またさらにね、このコロナ禍とか二輪の業界の、まあ、最近のね、新車が高騰してきたっていうところもあって、そういう方向が強く出始めたというかね、より蒼白車がかかったというか、原付の中古を仕入れるのが非常に厳しい状態になっております、新車頼んでも入ってこない、中古は仕入れができない、今のところ八方塞がりな感じでございますけど、どうしよっかな、本当な、まあ、泣き言言っててもしょうがないんでね、まあ、店頭の方は整備を中心にね、あとはたこ焼きでも売るか、ね、だから飲食も厳しいっつってんのにね、なんか手はねえかな、なんかあるはずだ、なんか考えます。来てるホームセンターに到着しましてですね、工場の商品を買い物に来ました。まあなんやかんやね、工場で使う軍手やらなんやら消耗品なんか買い出しなんですけど、なんか毎週のようにここ来てんな、ほんとな、もうだからあれですよ、庭みたいなもんです。買い物も終わりましてですね、まああんまり備品を大量に買いだめする性格じゃないんで、ちょいちょい来る羽目になるんですけど、まあいいのかなって感じですけどね、それでね。さあ、お店戻って雑用がありますんで戻りましょう。はい、ということでですね、店帰ってまいりまして、パソコン仕事とかね、あと雑用もろもろやって明日に備えるというような形になっております。
原付の親父の休みに密着するとどんなことになってんのかなって言ったらね、結論仕事してました。はい、また動画の方もお付き合いください。よろしくお願いします。この企画曇りの着物子で見届けをまた次回。どうもありがとうございました。